マテアノベラの響きです。イエーイ、ジルカのリッチョ。イエーイ。やったことのあるバイト。おお、アルバイト。アルバイト圧縮するんです。なるほどね。このチャンネルではですね、日々こんな感じで淳さんの方を招いてトークとか、あと発生関係の話とか、してるんですけれども、あと響きもね、各 SNS やってたりとか、はい、リコもいろんな SNS やってますんで、それぞれの、媒体登録ぜひよろしくお願いしますと。10万人だったら全フォローしろ。10万人いけなやり方分かったと思う。練習できると思いますね。ちょっと怪しめな、攻めめな質問ですけど、はいうんはい、何フェチですかっていう。おだから何フェチ？そうだね。だからまあ、何でもいいんじゃない？基本的にはその異性の魅力的に感じるポイントとかのことだと思うんですけど。まあ、いろいろありますよね。いろいろ髪とか首筋とか。いや、そうだね。あ、ベタだよね。そう。匂いとかね。ああ、そうだね。ベタにね、うん。俺は結構明確にあって、うん、結構、まあ、異性の話で言うと、ここ見ちゃうなっていうのが、はい、2個あって、はい、まず鼻。鼻？鼻フェチ、鼻フェチなんですか？形？高さ？高さ？形もそうかもしれないけど。と、あと背筋伸びてる。ああ、あ、そう、ね、そう、はいはいはい、この二つっすね。姿勢と鼻っすね。見ちゃう、なんかやっぱこういう人が好きだね。なるほど、うん、わかる。なんか街でこう姿勢こうピンってなってる人見て見ちゃう。いや、上品な方が、うん、あ、そうかもしんない。きっとそうですよね。そうかもしれない。確かに、はい、そういうことか。でもそうだね、多分ね。鼻はね、こうすっげーなんか丸い人が好き。鼻が丸い、なんかピノキオみたいにこうこうなってる人好き。高いのとなんかちょっとニュアンス違うかも。でも高いのが好きなんだけど、基本、うん、鼻の頭が特徴的な人好きだね。あ、このここから高いっていうよりはここが高い人。ここが高い、アップノーズっていう感じが好きなんだよ、なぜか。だからなんかそう、骨格的なとこに結構惹かれるかもしれないね。なるほどね。そう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 ね、骨格も好きなんだ。そう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 かな。よ、見ちゃうな。なるほどね。リッチョリッチョ。ちょっとリコさんやばそうだからさ、確かに言っといた方がいい。ちょっとハードル上がりすぎ。確かに、ね、ハードル上がりすぎ。一番普通じゃなさそう。俺まだ普通だもん、多分ね。そうね。まあ、とはなんない、まあ。まあ確かに。そうだよね。なんかね、明確にこれってのはないんだけど。まあぼんやり。まあ、なんちょっと透明感が。ああ。まあ例えば、まあ肌の綺麗さなり。なるほどね。髪の綺麗さ。はいはいはい。まあ、なんか別にその、ツルツルであるとかそういうっていうよりは、こうしっかりこう、そうだ、普段からなんかこう、まあ清潔感ってことか、あ、そう、清潔感は多分ね、なるほど、清潔感は透明でも分かった、分かった、なんかあるといいかな。あ、すごい分かった、うん、すごい丸いタイトルです。いやいやいや、でも分かるよ、分かるよね。あの謎だよね、その感じ、うん、何がそうさせるのかさ、絶対何がこうってわけじゃない、教えてほしいよね、うん、その、なんていうの、世間的にはさ、清潔感とか透明感とか言うけどさ、そう、でもう分かんないよね。でも分かるよね。なんかそう、なんかね、雰囲気でこう、ね、そうさ、ムカつくんだよな。作り方教えてくれって思って、そう。教えてって思うけどね。別に清楚である必要とかもないんだけど、うん、そうなのよ。なんかこの、いや、分かる。なんかその佇まいで、そう、佇まい。決まるよね。姿勢とかもそうかもしれない。多分そうなんだろうね。いや、小綺麗な方が二人とも好きなんですよ。そうですね、小綺麗な。小綺麗。綺麗。小はいらなかった。もともと、もともとちょっと汚いみたいな。まあ汚いよりは、確かに汚いよりは綺麗な、綺麗っていうか、そうだよね、そっちの方がいいよね。そうね、俺はね、リッチはね、そうだね、気になる。聞いたことないわ。ああ、でも人にあんま言わないね。そうだよね、あんま話す、そういう話しないからね、うん、大人ですから。あんま異性なんかヤバそうっすよね。確かに。そうっすか。なんかずっと笑ってるけど、リッチなんかヤバそうだよ。ヤバそうな趣味もありそうだし。あー、本当ですか。俺は、うん、なんだろう、歯茎が好きです。歯茎、ちょっと笑う食べましたね。やばい、威嚇してましたね。いやいや完全に。いや、いいじゃないですか、歯茎。いい歯茎をもちろん皆さんの恐怖で今、本当ですね、ブルブルしてますよ。歯茎の色とかね。ああ色。やっぱその、いや、だって、ニコさんと話してると、うん、あ、歯茎の色見られてんだな。確かに確かに。やばいやばいやばい。思う、これから。そうですよ。インストアとか、ね。インストアとか、握手会し、笑うときにこうやって。今、歯茎見られてる。じゃあ、俺、笑うとすごい歯茎出るの。あー、スマイル。口でかいもんね。そうそう、こうやってやると別に悪いよ。歯茎がすごい出るから、ボーカリストあるあるやな。そう、自分の歯茎をやっぱこう見るじゃないですか。あ、まあそうだよね、見る機会が多くなるよね。そう、だから人のやつも見てしまう。あー、なるほどなるほどなるほど。歯茎が出てれば出てる人ほど、うんうんうん、本当に心から笑ってる人とか、うん、あー、まあね、あー、気にせずね。そう、本当に心が綺麗な方なんだ。あ、やばい、なんかちゃんとした意味が込められてたね。確かに、ただやばいだけじゃなかった。
一見ね、一言聞いちゃうとなんかやばい、うん、確かに確かに勘違いされやすいんですよ。歯茎最高ですよ。歯茎あ、これ着目してなかった人多いと思うからね。歯茎最高ですよ。これはちょっと皆さん参考にしてほしいです。そうですね。よく笑ってくださいとにかく。そうだね。あ、そうだね。笑う人はいいかもしれない、うん、そうだね、うん、本当にそうだね。目消える人とかね、うん、今日安心するじゃん。そうだ、ね、話をしてて、いや本当にそうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。面白いですね。面白いですか。面白い、いや面白いですよ、めちゃくちゃ。じゃあ次なんですけど、うん、これもういくつかいただいたんですけど、はい、皆さんにとっての神様っていうか、うヒーローだったり、この人神だなって思う人、うん、まあ、いっぱいいると思うんですけど、うんうん、まあ一旦一人に絞って、はいはい、でも神様って難しいよね。まあむずいね、むずい。だから神格化してる、うん、まあ、いっぱいいるよな、言っちゃったらね。うん、まあ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 、いっぱいいる。うん、なので、まあ、じゃあ、響きからいこうか。まあ、前もちょっと聞いたかもしれんな。まあ、ドラマ的なね、うん、やっぱり神様というと、まあ、神様と、なんだろうな、うん、その影響を受けた人ってまだいろいろあると思う。うん、はいはいはい。まあ、神様って意味では、やっぱ、YOSHIKI さん。まあね。やっぱりメタルを始めたきっかけだし、そうだよね。まあ、あとこういう、なんだろう、ざっくり見た時こう激しいレースタイルに寄ったのって、はい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 、まあ、そこがきっかけ。うーん、なるほどなるほど。でもやっぱその影響を受けた人っていっぱいいて。ああ、そうなんだよね。そうだから、か今の実際のドラミングに一番 YOSHIKI さんが入ってるかって言ったら多分そうじゃない。わかる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 。でもまあその全ての元という意味では YOSHIKI さん。いや、わかるね。かな。似て質問で、うん、音楽のルーツというか、うん、初めの方に聴いてた音楽、入りは何でしたかみたいなのもいくつかあったんですけど、うん、似てるよね。どういうエグザイル。なるほどね。似てなかった。似てなかった。全然似てなかったね。でもこの半ズボンとかのスタイル見たら、うん、確かにそっち系の、確かに。ね、インスパイアもあるのかなって思う。ちょっとそうか思うけどね。エグザイルインスパイアの短パンなんて。そっちインスパイア。あ、まあ、中学の時代やっぱ流行ってたよね。まあそうだな、うん。オレンジレンジとかね。そう、もうその世代。そうだよね。あとだから別にバンドに興味がなかった。そのドラムやってない。なるほど。ってなるとやっぱり、一番聞かれてたのは、うん、エグザイルなんじゃないかぐらい、クラスが流行ってました、ね。ああ、そうだよね。そう。で、まあ、そっから今の路線になったのは、じゃあ、まあ、それこそ YOSHIKI さんとか、まあ、X ジャパン、その辺の感じだったんだね。まさに。意外なところがやっぱ出てきますね。うん、なんか、さっきのルーツの話にもなっちゃったから、抱き合わせで言うと、俺、入りはね、全然、なんかね、響のエグザイルと似てるんですけど、うん、ウィンズとか、そう、ブルーハーツとか、親が聞いてたんで、ずっと。あー、ケツメイシ、ね、ケツメイシとか。はいはい、はい。ケツメイシか。そう。ごめんね、急に。ごめんね、ロックだね。ケツメイシ。そうでしょ、うん、でもそういう時だったんですけど、うん、俺の、そっからまた、なんだろう、急にその路線が変わったきっかけは、うん、シドと、うん、ラルク、うん、あたり。はい。はい、まあ、それこそあと、まあ、ガゼットとかもそうだったから、うんうん。その中でやっぱその、今でも、神だなって思うのはやっぱ、まあ、ハイドさんになっちゃうね。うん、影響はまあめちゃくちゃ受けたね。そうだよね。やっぱり、なんだろうね、うん。やっぱその、皆さん、まあ皆さん憧れなんですけど、うん、なんかね、やっぱその、神って言われると、今回神っていうテーマなんだよね。まあ確かに。そうだね。神感、はいはい、神感。確かに。神感やばいじゃん。そうです。YOSHIKIさんもそうです。確かに確かに。やっぱそのカリスマってあるじゃないですか。そうだね。なんかその、言語化できない。立ってるだけで。そうなのよ。そう。YOSHIKIさんドラム立ってね、立ってなくても神だから。うん。そうなんだよね。ね。そこ。だから、ラストロックスターさんやばいですよね。いや、神がいっぱいいる。いや、そう。神がいっぱいいる。そうだね。地球壊れちゃうよね。確かに。神様しかいないもんね。いや、そう。確かに。かな。そうですね。だからその辺から、うん、激しい音楽ですね。あ、そうなんだ。そう。マキマザホルモンとか聞いたり。はいはいはい。で、そっから、ちょっと時が経ち、リンチ、ジル・ワングレーに入る、うん、そういう感じでしたね、俺はね。だからハイドさんかな、長髪歴が長い感じ。なるほどね。ずーっとだって俺 LINE のトップが最初の頃結構ハイドさんのアーシャリしてたから、勝手に使ってたんだよ。いやー、そういうのいるわ。いるっていうか、やってたよね。憧れてるからさ、高校、中高やるのよ。中高の、ね、やるのよ。そうだね、ミクシーのトップが。やるのよ。許してほしいもん。やるのよ。やってたわ。やるやる。ノビルに好きなバンドいっぱい書くのと似てる。そうだね。似てる。なんだろうね、自己顕示欲ね。うん、俺こんなん知ってっけど、どうよ。いや、そう。確かに。ちょっと待って。HR、HM とか書いてね。
スラッシュ入れて。そうそう、スラッシュ入れて。だからみんな聞かないだろ知らないだろ何の略か分かんないだろ何が HR、HM なのか分かんねえだろそうだろなあ、なんとね、みんなやりますからね。いやいやいや、それは取ったやってたですか。やってたんですね。まあもうほんとトップが一緒でしたよ。ハイドさんとか、うん、それこそあのサディの真央さんとかね、あそれこそリンチの葉月さんとかね、そうなんだ、トップガにしたりとか LINE ミュージックにしたりとかしてましたよ。そうなんだ。そうです、そうです、そうです、してましたね。すごいな。っていうのがまあ神さんですね。一人選ぶのは一旦ハイドさんかな、うん、って感じですね。リッチョの神さん、俺はね、リッチョにとっての神、まあ音楽始めたルーツとかはもう全然ビジュアル系でもなかったし、うん、激しい音楽でもなかったんですよ。うん、はい、あのアコースティックではあのジュークとかユズとか、はいはいはい、なるほど、ね、入りなんですね。でまあそこからどん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 ロック方面に進んできて、うん、あのまあゼブラヘッドとかサム40とか、あーいいねいいねいいね、そう目覚めて、たまにするもんね、ゼブラヘッドの話。そう、たまにします。俺がゼブラヘッド口ずさんでると、それゼブラヘッドすごいなお前っつってよう分かったなっていうのがありましたけども、そうか、そこから、うん、どん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 激しくなってきて、リンキンパークとかスリップの、はい、あーちょっとニューメタリーになってきたね。でそれぐらいの時にあの XJAPAN とかもすごいよく、あーね、 XJAPAN、ディル・アン・グレイ、リンチも聴いてたし、アディも聴いてたし、分かる、まあ、ラルクも もちろん、ね、めちゃくちゃ、あと黒夢さん、あーいいね、全部さん付けで、いいねいいねいいね、なんですけども、はいはいはい、めちゃくちゃ聴いてて、はいはい、だ神様その中から選べって言われたら、うん、まあみんな、うん、そうですね、まあね、むずいよね、うん、リスペクトもすげえあってむずいっす、ね、なんですけど、でも俺の思う神様って、はいはいはい、やっぱあのゼウスとかポセイドンなんですよアテナとかね、知ってます？知ってるけどね、ボーカルじゃない可能性があるね。ギリシャ神話ですねポセイドンで、ポセイドン、ポセかっこよくないですか？かっこいい、うん、そうしよう、リッチの神はポセイドンだね、まあ、そのね、いろいろいるけどね、そのギリシャ神話から、うん、ポセイドンって何する神ですか？確か水の神様じゃなかったそう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 、確かそうだよね、多分杖も杖とか持っとるやつ、ね、そういうやつやと、多分、うん、そうですよ、ゼウスが多分雷の神様です。ああかっこいいですね、多分一番かっこいいわ、そういうことですね、うん、だからマイクとかじゃなくてこう杖持ってる系の、そうですね、人が神様で、次の神はリコって多分入ってくると思うんで、そういうことね、そこにね、はい、そこに長めに入ってくるんですね、あのご期待ください皆さん、でミュージシャンとかじゃない、そうですよ、神様として、もう海外行きますしね、そうです崇められてきてください、そうですね、ぜひポセイドン、ハイドさん、ヨシキさんということで、はい、ありがとうございます俺が普通に聞きたいのあった、え、個人チェキのポーズ、あー、どうやって考えてるんですか、ネタ切れしませんかみたいなやつ、あ、これ教えてほしいな、これ教えて、あっ超後悔して、俺はそういうのないんですよ、教えてほしいな、ないんで、まあ今後やるかもしれないけどもないから今のところ、うんうん、教えてほしいわ、確かに俺が聞きたいわ、おお全員ポーズ前を、俺は困るんだね、じゃあね、やっぱ結構、うん、こうやってやったりとか、ああなるほどね、結構攻めてるっすね、攻めてやったりとか、あこれよく見るリコのやつなんか、そうなんです、これなんすか、これチャリできたあ、チャリできた、うん、チャリできた系のやつ、シムダケンだった、あ、いいんじゃない、指先がこれいいですね。でもよ。あ、これな。これいいね。いいね。一個一個じゃ。いいな。得られたね。一個。確かに。じゃあそれがよくあるやつなんや。そう。あとまあ変顔チェキが多いですね。ああ、僕もひどいですよ。ああ、そうなの。さすが。やばいのいっぱいある。さすがバイブスが近い人。あれだね。響きのチェキと俺のチェキでこうどっちが面白いかこうさ。確かにこうパン。デュエルしたいね。そう、デュエルしたい。チェキデュエル。面白さでじゃあ攻撃を決めてます。そう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 、審判がいてね。チェキデュエル今度やろうか。そうだね。面白いです。じゃあ面白いあのチェキ持ってる人いたらなんか写真送ってください。こうしてたらね。こうしてこれレアだ、ね。これレアカードだ、ね。これやばい、ね。これレアカードね。今日決まった。いまだ勝つかない。これ使える。いいね。かつてやばい一番やばいチェキなんすか。確かに。一番やばいチェキ。一番やばいチェキもろいな。やばいチェキは僕ツイッターに今日載せてるんで。なるほどね。チェキってどんなノリで、これとか結構やばやばいねこれやばいよね、これ直で撮っていい、これすごい、あ、いい、これもやばいし、あとで見せておきます、これやばいね、まあ、これもやばいけどねやばいっすね、やばいっすね、攻めてるね、髪長い時やる、それね、ヒビキやって、あのなんか道具とか持つの、うん、スティックとかさ、あ、まあまあ、正統派のチェキはね。あ、なるほど、なるほど。まあ、ドラムのなんかシンバル持ったりとか。あ、そうか、そうだ。あ、見るね、そういう。一番やばいのは、あと逆立ちしてて、
もう服がさ、かぶっちゃうじゃん、頭に。いや、そうだね。え、でもなんか、半分こう裸みたいになって。なるほど。顔っていうか、もう頭服で隠れてるみたいな。ビジュアル系の逆を言ってるね。確かに。販売して大丈夫なの？確かに。お金いただいて大丈夫なの？いや、でも、基本落書きがないのよ、うち。あ、なるほど。枚数的な問題もあって。で、そういう、ここで大丈夫、いいかなみたいな地域にはこう、しっかりこう。なるほど。そこで付加価値をつけてる。付加価値になってくれれば。そういうことだね。いや、でも、チェキ自分であんまりツイッターとか上げてないかもな。だから皆さん、リッチョのやばいチェキや、シェアしてください、皆さん。お願いします。だから意外とやっぱバンドマンは困ってるみたいですね。困ってます。ポーズを皆さんコメント欄で提案してあげてください。アイン以外に何か提案があったら教えてください、うん、これすげえ雑だけど、響の好きな家系ラーメン。おお、あ、これねー、うん、軽くで、あいいっすよ。マジで好きなとこは、おうおうおう、並んじゃうねこれみんな。いや、実は公表してない。あー、まあじゃあいいよ。まあ別にここでも言っていいけど。あ、ほんと？散々俺家系いっぱいいる、ラーメンを紹介してるんだけど、うんうん、実は一番好きなとこ、うん、マジでめっちゃ行くから。あー、そうだよね。公表してない。いや、そうだよ、そうだよね。それはそうだよね。だからじゃあ、あんま行かない、うん、行かないけど、まあ、ここ好きみんな行くといいよ、みたいな。あ、まあでも、郊外でもいいしね。まあよく、うん、俺がその紹介してたのは、柏の大戸屋。ああ、言ってるよね。あそこは、まあ、めちゃめちゃうまいし。ああ、いい先生、ね。まあ、ただ、あそこは行っちゃってるけど。はい、まあ、あとは、はい、うん、いや、これもよく行くからやめとく。ああ、そうだね。いや、いいね。だから、響きを見かけたら、そこが響きの。で、この前行ったとこ言うわ。レコーディング後に、神田のワイズってとこ。ああ、神田にある。めちゃめちゃ、多分近くにあったらめちゃめちゃ行くかも。まあ、ラーメン、カレー激戦区ですね。あんまり神田行く機会なくて。ない。でも、ほんま行ったらめっちゃうまかったぞ。へぇー。いいね、ワイズ。ワイズ。ひらがなでワイズ。行きやすい。神田アクセスいいですから。うん。行ってみよう。じゃあ最後。はい。はい。これギリやらしくないでしょうってとこで。はい。何にお金をかけますかっていう。なるほど。質問。おー、なるほど。最後に、ちょっとおもろいかなと思って。じゃあ、今回俺から言っていいっすか？あ、ぜひぜひ。もう、俺マッサージっすね。あー、体のケアってことね。そう。ライブ前に絶対行くようにしてて。おー。そう、タイ古式にすごいハマってて。おー。タイ古式。すごいよ。え、俺逆にタイ古式行ったことないんだけど。マジで？な、行きたい。どの辺がいいの？タイ古式って。その、良さ。あ、良さね。うん。痛いっつってもやめてくれないところ。ゴリゴリに押すタイプ。そう。へぇ。てか、その、肩とかを、かかととかでこう。すごい、なんか、存在感。かかと、なんかそういう、そういうとこじゃないの？そういうのに目覚めです。さっきの日じゃなくて、無事。絶対ダメです。事件です。太鼓式はすごい。いいですよ。へぇー。特に、どのミュージシャンというか、どのパートも、必要っちゃ必要なんだけど、ボーカリストとドラマーはマジで体のケアっていうか。いや、でも本当にそうよね。ボーカリスト、ドラマ、俺ボーカリストだしドラマーですけど、両方、そうだよね。両方体バキバキになるもん。うん。使うもん。そうだよね。使う使う。まあ、使う箇所は違えど、うん。ボーカリストってあんま体関係ない。あ、関係ないイメージじゃないかもしれないけど。まあ、めちゃくちゃフィジカルって感じじゃないじゃないですか。イメージは多分。確かに確かに。でもめちゃめちゃ全身運動なんですよ。へぇー。多分ね、ふくらはぎ以外は全部使う。ふくらはぎは使う。そうね。ふくらはぎ以外全部じゃない。太ももの裏とかめっちゃ使うんだよね。へぇー、そうなの。使うよね。使わないです。俺じゃあ今そっちの方がいいかなと。おしまいだわ。トレーナーじゃねえわ。確かに。適当言ってるやつだ。ダメですよ。こんなやつの言ってること信用しちゃ。ダメですね。いや、大丈夫です。大丈夫です。いや、そう、でもリアルにそう思ってて。使うね。めっちゃ使うんですよ。下半身とかまでね、実はね。ケア大事ですよね。めちゃくちゃ大事で。もう、このね、胸とか。わかる！この、ここマジで大事。胸とね、肩甲骨周り。そう。マジでやばい。そうなんですよ。カチカチの人マジで気をつけた方がいいですよ。それ、声出ないよ。出ないよ。思う。うん、そうだよね。なんか、言ったらすげえ調子よくない。そこで決まる。決まると。だってさ、すげえかじかんでる状態でドラム叩けないやろ。ああ、まあね、その絶対無理だ。そんな、フィンガリングできない。それと一緒よ。同じだね。そう。同じです。そんな感じです。意外と見えない。喉じゃないと思って油断するとあれなんで。太鼓式はおすすめなんですね。太鼓式最高なんで。なるほど。俺も実はマッサージって言おうと思ったんだけど、マッサージがケアとかね。ああ、はい。言おうとも思ったんだけど、それと被るから、それで言うと俺ね、なんかね、服とか、アクセとか、ですかね。なるほどね。か、美容か。
微妙ね。どっちかっすか。なるほど、なるほど。どっちか、逆に他ないな。あんまりお金使うこと。あんまりその、物欲はあんまりなくて。なんか、いいものをちょっとだけ買いたいみたいな感じっすかね。はいはい、なんか、結構僕気持ち悪いなと思うんですけど、なんかその、買って自分が満足するのももちろん大事だと思うんですけど、それよりなんかその将来的に資産価値があるかどうかとか、めっちゃ気にしちゃうんですよ。はいはいはい。そう、だからアクセサリーとか服とか買うときも、いわゆるリセールバリューと呼ばれる。なるほどね。本当に価値がこう世の中であるもん。そうそうそう。はいはいはい。そこに対して半分自分の欲が入ってればいいというか、半分それで見ちゃうとこがあって、ちょっと気持ち悪いなと。投資的なところもある。ちょっとそんな感じで見ちゃうんですよね。なるほどね。だから別に買うわけじゃないんだけど、家とか見るの超好きなんですよ。スーモとか毎日見てる。その市場の上下とかめっちゃ見ちゃうんですよ。分譲見るってこと？そう、分譲見ちゃう。分譲マンション、中古マンション、戸建て、土地。土地も見てるから。家とかじゃなくて、土地も見てる。とか、その解体アクセサリーとか、時計とかの、その時の中古の市場のこの上下とか見てる。なるほどね。で、それを見てるのが楽しい。これを買ったらどうなるんだろうみたいな。買えばいいじゃん。まあ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 。買えばいいじゃん。もうやばい。転がして。そうですね。寝ずに仕事しますからね。そうですよね。そうですよね。だからめっちゃ貯金するか、その資産価値のあるものを買うかっていう。そう、それかやっぱ、美容とかですかね。美容ってお金かかるじゃないですか。化粧品とかさ。追求し始めたらきりないじゃないですか。あと美容医療とかね。そうそうそう。とかですかね。その辺です。とまたマッサージとかも行ったりするけど、うんうん、基本服装飾品あと美容、うん、そのあたりですかね。なるほど。うん、響きは。そうね。まあちょっとね、そういうこと魔法とよくそういう声発するからね。そうだね。ちょっと近いかもしれない。まあもちろんケアもするし。予想できてきたぞ。はい。ケアもするし。まあでもね、前ほどね、あれかな、服とかは。ああ、わかるわかる。買ってない。おとなしかってくるね。そうね。俺らね、だって渋谷行ってな、なんか、アホみたいなパーカー買ってたもんね。そう、そういうのは最近買ってた。わかるわかる。20代中盤の時もね、そうね。変にセレクトショップ行って買ってないよ、俺。セレクトショップよく行ってたね。よく行ってね、なんか、変な高え。そう、高え。買ってたね、なんか。そういうの買わない。そうなんですよ。俺もそうです。ユニクロとか買っちゃう。全然ユニクロ着るし。そうだよね。あと、なんだろう、だから、くだらないことにあんま使わないのよ。だから結構貯金めちゃするし。わかる。なるほどね。そう、価値のあるものにっていうのはすごいわかる。あ、いいっすね。まあ、好きなことだったらめちゃ使う。例えば機材とか。機材ね。機材とかは惜しまないし。そうかもしれない。あと、なんだろうな。仕事だからね、我々ね。そう。気に入ったものだったら、割と気にせず、ボン。あー、出た。髪の話と似てるね。そうだね。あー。バッサリ行くんだね。そうだね。でも普段はマジでそんな節約しなくていいんじゃないみたいなとこもちゃんと気にしてる。ああそうだね。なんだろうな、ね、近距離でなんかタクシー乗る人とかもいるじゃん。あ、うん、うんうんうん、絶対やだ。うわ、分かるよ。俺も歩いちゃう。俺もなんかそういうのには使わないけど。なるほどね。ボンって。なるほどね。いや、コツコツドカンってやつね。コツコツドカンいわゆるいわゆる、ね、そういうことだよね。なるほどなるほどなるほど。ボンっていくから、うん、そっか。一回結構でかいでしょ。じゃあその中でさ、最近、まあ、よく YouTube 的によくある質問ですけど、うん、最近買った結構高いものってなんですか？そのドカンと行く響さんがドカンと行ったもの。ああ、うん、あれでもさっきチラッと話してたやつ。ああ、でもいいんじゃないですか。下に止まってるやつ。あ、そう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 。あれね、まだね、みんなに言ってないわ。でももうあれ1年半ぐらい前だからね。ああ、1年半ぐらい前にいい乗り物を。そうなんですよ、うん、いい乗り物ですよね。フェラーリとかですか？フェラーリこうしないんすよ。まああの、あれね、距離がね、ちょっと4桁ぐらいいきそうなんで、ああ、そしたら紹介しようかなと。ああ、なるほど、なるほど。いつか、まあもうちょっとしたら。響き YouTube で。いや、Twitter ぐらい。Twitter。X ね。X で。で、まあマジなドカンもあるかもね。おおおおおお、検討中です。ああ、なるほどね。マジか。なるほど。気になりますね。そうですね。その日じゃないとか。おお、楽しみそれ。聞かしてくれ後で。これは言えないぞ、動画内では。マジで知らないんで、それ後で教えてください。そうね。そうですか。仕事してるからね。いや、そうだよね。他やってるからね。いつ寝てんのはみんなの共通ですからね。うん。
いや、面白かったっすね、うん。こんな感じで、皆さんからたくさん質問いただきましたんで、披露していただきましたと。まあ、どこまで使えるかわかんないんですけど、はい、よかった、今日の動画ね、面白かった皆さんのことね、知れたなっていう方は、ぜひグッドボタンと、あと、まあ、それぞれの各 SNS の登録とか、チェックとか、あとチャンネル登録も、ぜひよろしくお願いします。あと、地味に私、サブチャンネル作ったんで、そちらも登録いただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。マテのオペラの響くんと、ジルカのりっちょ、この3人でお送りいたしました。リアクション取っていきますよ。ありがとうございました。イエーイ！